おはよう。確かに変よね。放送業界じゃどんな時間でも初めて会ったらおはようだもの。よく考えたら最近はおはようとお疲れ様しか使ってないわ。ほとんど職業病ね。さて今日はどこにする？足を伸ばして冬の小樽もいいし、近場でのんびり過ごすのもいいわね。今ならちょうどイベントやってるわ。取材がてら行ってみましょう。ああ、そうね。悪い癖かも。気をつけないとね。それなら天狗山の展望台に登ってみる？町が一望できるわよ。ちょうど今小樽雪明かりの道っていうイベントが行われてるの。そっちも後で行きましょう。展望台はここからロープウェイに乗っていくのよ。行きましょう。雪に覆われた小樽の町、それに冬の海が一望できるわ。札幌って海がないから、時々私ここまで海を見に来るの。考え事したい時とか、ちょっと辛い時とか。夏以降も何度か来てみたわ。でも今日の眺めはなんか不思議な感じよ。出身の歌手なんだけど、私ここでデビュー前の彼女を見たことがあるわ。彼氏みたいな人とお団子食べてた。なんか微笑ましかったな。これよこれ。天狗山の由来は、山の形が天狗のお面に似ているという説と、昔ここに天狗が住んでいたという二説からなの。それにちなんで作られたのがこの天狗の館なんですって。実は私も一人じゃなんか入りづらくて、一度も見たことなかったのよね。この機会に入ってみましょう。花なで天狗さんって言って願い事を叶えてくれるんですって。まあちょっとやってみるわ。なんかこの行為って微妙よね。あなたが立派になりますようにって。変な想像しないで。
日本全国から集められた天狗のお面が700個も展示されてるんですって。天狗って確か山の神様なんでしょ。これだけ集まってればきっとなんかご利益があるはずよね。知らないわよ。恩字って言葉わかる？やっぱりね、正解は弟って意味よ。こっちじゃ恩字とか恩ちゃんって呼んだりするの。私ね、一人っ子なの。周りの人にはお姉さんタイプって言われるけどね。だからすごく兄か弟が欲しかった。小さい頃は意味も分からず両親にせがんだものよ。今になって思うんだけど、前に言った昔の彼、恋人っていうよりお兄さんだったのかもしれない。それに私最近よく考えるの。あの時彼は私のことをどう見てたんだろうって。どうなんだろう、恩人っていう感じもするし。でもね、自分でもよくわからないの。夏にあなたが帰るとき私泣いたのよ。いい大人のくせして恥ずかしいでしょ。だから私あなたに来てもらった。私今回はいい機会だと思ってる。ごめんね、変なこと話しちゃって。でも話しておく必要があると思ったの。そうよね、その方がお互いのため。さてと、気を取り直して他の場所に行きましょう。こっちにいる間は楽しんでもらわないとね、おんちゃん。ごめん、冗談よ。もう二度と言わない。雪明かりの道はちょうど今ぐらいの時間が見ごろよ。行ってみましょう。素敵ね。あちこちに灯ったキャンドルがすごく綺麗。そうね、恋人たちを照らす光っていつも温かいものなのね。ちょっと歩きましょう。ろうそくの炎って見てると落ち着くわ。人間って火を扱える唯一の動物。電気なんかなかった時代、火だけが暗い夜を照らし冷えた体を温める唯一のものだった。火を焚くことで外敵から身を守り食文化も変わっていった。
その頃の記憶がまだ私たちのどこかに残っていて、炎を見ると心が落ち着くのかな。ねえ、こんな時くらいいいよね。私たち恋人に見えるかしら。そういえばあのストーカー君覚えてる？そう、あれから彼ばったり私の前に現れなくなったの。先週見かけたわ。心配ないわ、だって彼可愛い女の子連れてたから。本当よ。私なんか安心したわ。彼をちゃんと受け止めてくれる女の子が現れたんだから。彼すっごくいい顔してた。今の彼なら彼女だってきっとハッピーなはずよ。熱心に追いかけてくる行為をストーキングって取るのか、それとも情熱的って取るのか、それは相手の感情次第っていうか、結局は女次第なのかもしれないわね。そうかしら。まあとにかく幸せになってくれてよかったわ。光がほんのり映り込んで綺麗ね。夜が暗いからこうしてキャンドルの明るさを感じることができる。あの夏があるからこうして今あなたの手のぬくもりを感じてる。ねえ、もうそろそろさん付けで呼ばれるのってちょっと他人行儀よね。呼び捨てにされるのはどうかしら。年下にちゃん付けされるのもちょっと照れくさいものね。それじゃあいくらなんでも短くしすぎよね。やっぱり今は翔子さんが一番かも。ごめんね、変なこと言って。でも考えておいて、そういう楽しみ方もあるでしょ。送ってくれてありがとう。今日も楽しかったわ。心配しなくていいわよ。トマムのホテルを予約してある。本場仕込みのスキー教えてあげる。それじゃあ待ち合わせは明日の朝9時札幌駅にしましょう。
おかえり。今日はどうだった？冬の札幌もいいだろ。は？なんだよそれ。なんだか忙しそうだな、お前。まあ、今度東京に遊びに行くよ。その時はよろしくな。どんな彼女と付き合ってるか知らないけど、なんかお前、いい顔してるよ。それじゃあ俺寝るからさ、せいぜいうまくやってくれ。おやすみ。